ここまでのアラン・ウェイク、得体の知れぬ闇の存在に妻をさらわれ、俺は書いたことが現実となるホラー小説を書いてしまった。アリスを取り戻す。わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。俺はアリスを救った。物語の結末を変えたのだ。だがその結果、今度は俺が囚われてしまった。光の届かぬ悪夢のような世界に。湖じゃない、海だ。困難な仕事をやり遂げた後の感情は複雑だ。達成感、安堵、悲しみ、そして絶望。全てをシャットアウトし、極度に没頭していた時間が病のように自身を蝕み変えてしまう。だが仕事を終えたら次は回復が必要だ。自ら閉ざした扉を打ち破り、再び光を呼び込むのだ。見覚えのある場所だった。だが何かが、どこかが違っていた。いらっしゃいませ。まるでひどくリアルな夢の中にいるようだった。あなたの本全部持って。不快な既視感だった。なぜここにいるのか、さっきまでどこにいたのか、記憶がなかったが、ダイナーの奥で何かが待っている気がした。コーヒーでもどうです。ここのは格別ですよ。ついつい長居しちゃうくらいね。エッセイはもう人間っていうより、中身はブラックコーヒーって感じよね。いつまでいられるの？頼まれてくんねえか。一曲かけてくれよ。ジュークボックスの6番だ。足がしびれちまって立てやしねえんだい。天候不良ってやつさ。マジかよ。またこそ何やってんだ。この先に行ってはダメ。暗闇は危険なのよ。そこに沈みつつあった。武器が必要だ。これは概念としてのライトだ。君の役に立つ。これは排除が可能な論理上の手段だ。気をつけろ。私はより良い更新地点を探す。理解できず、居場所が分かっても事態は変わらなかった。ディパーチャーの完成後、何かが狂ってしまったのだ。今のは何だ。闇が訪れ、ダイナーから人気が消えた。突然ドアが突き破られ、奴らが現れた。
世界が歪んでいた。ここは森ではなかったはずだ。確かに俺の原稿だったが、内容は断片的で支離滅裂だった。移動ドアセラー、指先から弾が滑り落ちた。テントから飛んできた。ベッドは魅力的だったが、ただのラジオだった。彼女は電話の音に。GPS が機能していた。予想外の展開だった。もしもし。探したぞ。聞こえるか？私の声が聞こえるか？ああ。君を助けたいが、そこは深すぎて届かない。私の元へ来てくれ。接続が切れる。言葉を使え。シグナルを追うんだ。この異様な世界に現実の衛星電波が届くはずがない。だがこのシグナルは確かに俺をどこかへ導いていた。おそらく全員の元へと。遊ぶように景色を変え続けた。マジだ。ウェイクに牙を剥いた。車が銃を舞い、肉を断ち骨を砕き、街が金を葬ろうとしていた。あらゆるものがどこか微妙にずれていた。ああ、これでは追いつけない。君はどんどん沈んでいく。シグナルを追え。追ってるぞ。自らと向き合え。シグナルを。
全員がいるはずだが、変化する街が行く手を阻んでいた。先へ進むしかない。彼を探さなければ。手にえぐり取られたように消えていた。全てが異常で不安定だった。どこにいる？俺はシグナルを追ってるんだぞ。闇の世界のトリックだ。君はますます沈んでいきつつある。何なんだこれは。これ以上沈めば助けられない。いい加減にしろ。また来るぞ。耐えろ。が全員を追っているつもりが、さらに深みへ沈みつつあるという彼の言葉に俺は恐怖を覚えた。姿の見えない力に対抗する術はないのか。今はただ先へ進もうかなかった。
バリーがいないぞ。見て、あれ、バリーじゃない？ヘリもあっちの方角よ。覚えている。この後バリーを見つけたのだ。ドアを開けるには鍵が必要だった。容赦なかった。地下室が膨張したのか、あるいは自分が縮んだのか、シグナルが途絶えた。自力で出口を見つけるしかなかった。
全員が原稿を残していた俺を助けるために。大先生、元気そうだな。お前は本物じゃない。ああ、なんでわかった？スケスケだからか。俺もお前の空想の産物さ。お前だって怪しいぜ。ありえない。ほう、じゃあここまでの吸ったもんだは全部ありで、それだけはありえないってか。わかった、もういい、急がないと。 GPS だ。ああ、GPS な。シグナルを追えだろ。よっしゃ。俺はお前を助けてる。だからしっかりしろって。いいな。口の悪さも本物そっくりだな。おい、俺がうざくたってそれは俺のせいじゃないんだぜ。そんなこと言ってない。まあ落ち着けって。とにかく全員の指示に従うんだ。奴はここを熟知してる。エキスパートだからな。とにかくこれがありえなくて全部お前の妄想だってんなら、お前は何なんだよ。もういい。一瞬でも喜んだ俺がバカだった。何言ってんだよ。心の底じゃいつだって俺に会えて嬉しいくせに。本当は分かってんだろ。俺はそこまで M じゃない。そりゃそうだろ。トラブルとはまるで無縁の人生だもんな。そりゃどうも。シグナルはあの辺りを指してるようだな。ええ、あれはビルトモア製材所だ。なぜ知ってるんだ。お前が知ってるからさ。理由は自分に聞いてみな。ええ、現実世界で前に看板を見たことがあるか、あるいは俺の製材所って言葉を聞いてお前が製材所を切り出したのかもしれないぜ。最高だね。ああ、頭が痛くなってきた。いや、これも痛いのはお前の頭か。おい、俺たちは一心同体さ。なんてこったい。なら、あれだな、ペンは剣よりも。その先を行ったら首だからな。強しってな。首だ。はあ、
にかくここを越えなきゃならないんだろう。解決の糸口はきっとあの単語のどれかにあるんだ。ほう、そうかい。そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。なあ、だろな。俺の助言に従ってりゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。うるさいぞ。あら、今の俺はお前に喋らされてんだぜ、暴走。うるさいぞ。あら、今の俺はお前に喋らされてんだぜ、暴走。忘れたか。俺じゃ誰だっておかしくなる。とんでもない、最高じゃないか。お前の回復にも役立つぜ。ここでの奴は明らかに常軌を逸していた。まるで自作の主人公を破滅させようと躍起になっている破綻したストーリーテラーだった。思考がランダムに現れる。ここじゃ想像力が命取りになりかねない。でもお前だって俺。いいか、アラン、お前のためにもこれ以上余計なことは考えるな。
倉庫に入るにはまずドアを開けるんだよ。じゃなきゃ進めないぜ。妄想なのになぜこんなにややこしいんだ。お前がややこしいからだよ。黙ってろ。でも俺は…アリ、あら、どうしたのよ。いつも私がこっち側でしょ。Thank you.
の誇りじゃ。お前は幻影だろ。いや、このアレルギーは現実だね。よし、ほらな、この通りだ。ダメよ、下でみんなが待ってるんだから。今はあら、幻と分かっていても胸が痛んだ。アリスを救ってからもうどれくらい経ったのだろう。数日、数週間、今の俺には見当もつかなかった。ねえアラン、こっちよ。いいものがあるの。アリスの無事を願うほかなかった。闇から逃れた彼女はその後どうなったのだろう。そのままいい感じよ。こうか。もうちょっと笑って。それじゃ笑いすぎ。ミステリアスでタフなイメージが欲しいの。ちょっと危険な香りの男ってモテるのよ。俺はクリーンだ。よく言うわよ。あんな小説書いててクリーンはないでしょ。ケイシーだって殺しちゃったんだから。ちょっと危ない方がイメージなの。そう、そんな感じ。素敵よ。しかも危ない。こうして見るとヒゲも悪くないわね。よく似合ってる。オッケー、終わりよ。やっとスーツが脱げる。あら、似合ってるのに。セクシーだろ。あの頃の俺はまだ賭けていた。作家である自分を信じていた。いい思い出だが、今は辛すぎた。
安全だ。今のうちに話しておこう。時間がない。ゼイ、どうすればここから出られる？それが君の敵だ。君自身だよ。闇が迫ってくる。彼はさらわれ、道を見失った。わかっていた。彼には耐えられない。出口はないだと。違う。俺はここにいる。こいつは俺じゃない。ただの残響、妄想だ。闇の力が。これは闇ではなく、君が引き起こしている。君は自分の悪夢に囚われている。敵は君自身だ。ウェイクには理解できなかった。もう助からない。彼は二度と目覚めない。闇のうねりが近づいていた。彼を飲み込む闇のうねりが。黙れ！迫り来る何かがウェイクの心を蝕んでいた。闇もそう悪くない。彼は内なる闇を感じた。真実を語る声だ。だが思考が乱れ理解できなかった。彼は思考を止め、ただ流れに身を任せたかった。気がついたかね、ハートマン。すべては君の妄想、フィクションだ。違う、違う。ハラン、君の妄想は。どうして俺なんだ。ロッジだ。ハートマン。出口はどこだ。出られない。ここから出なくては。出口はどこだ。海じゃない、海だ。妻を助け出した俺は闇の底に囚われてしまった。ここじゃ想像力が命取りになりかねない。いずことも知れぬ悪夢のような世界だ。
全ては君が引き起こしている。全員の指示に従うんだ。シグナルを追うんだ。これも全て俺の妄想なのか。闇の世界のトリック。絶え間なく変化し続けるこの世界で、俺は必死で全員の元へと向かっていた。君はますます沈んでいきつつある気がついたかね、ハートマン。全ては君の妄想、フィクションだ。違う、違う。アラン、君の妄想は手に負えないな。やめろ、消えてくれ。おい、アラン、マジでしっかりしろって。ここの現実は別物なんだぜ。わかるだろ、アラン。ああ、俺はまたこっち側か。早いとこ出口を探すんだな。待ってるからよ。ただし、ここは闇の世界だ。分かってるよな。脅したかないが、マジで相当ヤバいぜ。そうか。何かが迫りつつあった。確かにもう時間がない。全ては、俺の記憶と思考から抜け出た歪んだ現実だったのだ。認めざるを得なかった。これが俺の妄想なら、引き起こしているのはこの俺だ。俺は自分自身と戦っていたのだ。今やっと分かった。リパーチャーを書き上げ、俺は燃え尽きた。アリスさえ救えれば、あとはもうどうなろうと構わない自分がいた。だが俺は諦めなかった。全員のシグナルを追い、悪夢のような世界を必死で駆け抜けた。彼は俺がどんどん沈んでいくと言い続けた。闇の世界か狂気の淵か、おそらくどちらも同じなのだろう。よっしゃ、いいぞアラン。とうとうマジで行かれちまったか。まあ、いつか来るとは思ってたけどな。ああ、でも結構冷静なんだ、この状況の割にはな。行かれたやつはみんなそう言うのさ。だから行かれてんだ。おい、ロッジの裏に光が見えるぞ。全員のライトだ。ええ、お前が沈むのをやめたからやっと追いついたんだ。話してこいよ。曲だった。歪んだ旋律が恐怖を酔い覚ました。こりゃいい。覚えてるよね、アラン。足りすぎると絶滅だ。
の武器が弱点になっちまうんだもんな。悪いが、今は生きるか死ぬかの状況なんだ。まったく、ドラマチックな変だな。このベストマクロイネに包まれ、ウェイクは無力だった。話してこいよ。俺はほらあれだからよ、幻影じゃない本物と話してこいって。お前は？いや俺は裏方だからな。頑張れよ相棒。ゼイン、よくやった。ここからは私も一緒に行こう。君が囚われている夢を終わらせるには君自身を目覚めさせなくてはならない。キャビンか？そう、私のキャビンだ。道は険しいぞ。君の原稿がまだ何枚か残っている。ここではこうした言葉が力を持つのだ。全員の存在は心強かった。これほど長い年月をこの世界で過ごした彼を果たして今でも人間と呼べるのだろうか。
の中を進むほかない。闇の存在を思わせるそれも記憶の断片だが、危険であることに変わりはなかった。立ち向かうべき敵が分かった今、周囲はさらに機械さを増しつつあった。もはや何の遠慮も不要と言わんばかりだった。
の更新は可能だが、実際に脱出する方法は私にもわからない。スタッキーのスタートだ。愛着のある場所とは言い難いが、俺が選べるはずもなかった。また記憶が実体化した。ウェイクは助からない。この狂気は彼の一部。勝てるはずがない。望んですらいないのに。少なくとも灯台には近づいていた。何としてもたどり着かなくてはならない。
ビンで夢を見ている君が目覚めるまでの心臓だ。気に入らないね。君はアランに残っている異性の象徴なのだ。だから私と会話ができる。その君が主導権を奪い返せばチャンスはある。だがもう一人の君は諦めてしまった。夢は心地いいからだ。君はまだ諦めていないアランの象徴なのだ。じゃあこの俺も幻影だというのか。ここのあらゆるものと同じだ。もう一人の俺？そうだ。じゃあ例のスクラッチってやつがそうなのか？違う。全員これ以上混乱させないでくれ。俺とクリッカーのことを書いたのはあんただ。俺を導いたのも、ウィーバーにクリッカーを守らせたのもだ。そうだ、彼女の力が必要だった。君もクリッカーの力が必要だった。だが私は。なんだ、何が言いたいんだ。今は急いでいた。全員、全員答えてくれ。理解できないね。
レイクは光に向かって走った。決してたどり着けないとも知らずに、じきに力尽きるだろう。救いの光が消えるようにあっけなく。光が消えても先へ進むほかなかった。してくれて本当に嬉しいよ、アラン。さて、お互いに打ち解けたところで、君の病状を確認しておこうか。頼む。もしも疑問があったら遠慮なく言ってくれ。まずは事故のことからだ。君の頭の傷はまだ完治していない。こう言ってはなんだが、ネルソン先生は脳や神経の専門家ではないんだ。その傷は君が想像している以上に深い。ああ、ずっと頭痛がしてる。それに酒と薬に頼りすぎだ。慢性的な不眠症と相まって君の幻覚や衝動的な行動につながっている。危険な組み合わせだ。そのせいでアリスは長い間君の何十倍も苦しんできたはずだ。ああ、分かってる。率直に言おう。今の君は完全に現実否定の状態にあると言っていい。自らを悲劇の主人公と思い込み、負うべき責任から逃れようとしている。ありもしない問題を解決し、真の問題から目を背けている。さらにその独りよがりな妄想の中では、君の弱さがアリスや世界すらも救う鍵なのだろう。その通りだ先生、全部当たっている。俺が悪いんだ。ま、これは簡単な分析だ。説教じみたことを言いたいわけでは。いや、分かってる。逃げてはいけないんだ。そうともあらん。自己欺瞞にそれだけのエネルギーと想像力を注ぎ込んで、何か良いことがあったかね。君は私の助けを断ったが、その結果どうなった？強情を張って何か得をしたかね。何も。だろう。それにアリスはどうなった？奥さんは前よりも幸せになったかね？いや。だろうな。知りたいかね？私は奥さんと話をしたが、彼女には君に伝えたいことがあった。そうなのか、ぜひ聞かせてくれ。私はあなたを助けたかった。一度は成功を手にした男がうじうじと垂れ流す不満を受け止めて理解しようとした。でもあなたの身勝手に付き合うのにはもう耐えられない。あなたなんて大嫌い。幼稚で傲慢で、何度手を差し伸べても子供みたいにプライドにこだわって、また自分から問題を起こすのよ。許せない。私をあんな女と一緒に暗闇に置き去りにするなんて。一生に一度くらい優しい夫らしくそばにいて欲しかったのに。あなたが逃げることよりも私の身を案じてくれたなら、あの女に捕まることもなかったのよ。あなたがどこへ行ったか知らないけど、もう知りたくもない。今となっては希望なんてもう何もないけれど、あなたに会わなくて済むだけで感謝してるくらいよ。が、彼女の言う通りだ。俺はここに残って、もう彼女に迷惑はかけない。素晴らしいまでの回復ぶりだ。大したものだよ。馬鹿げた幻だった。俺は彼女を救った。それは大切な事実なのだ。あれらの言葉もまた心を蝕む幻覚に過ぎない。しかし胸に突き刺さる言葉のおかげで目が覚めた。俺はもう昔の俺には戻りたくない。それがはっきりと分かった。
イプライターに踊らされている気分だった。主は俺のはずだったのに、いつの間にか立場が逆転していたのだ。だがそれもここまでだ。作家は俺だ。これはその俺の道具に過ぎなかった。やるさ。散々自分の醜い部分を見せられたが、ありのままを受け止める。もう惑わされない。いいぞ、目を覚ましたようだな。破滅的な君の意識の方はまだ眠ったままだが、偽りだと分かったとしても危険に変わりはない。気を抜くな。ああ、やるしかないさ。よし、私はこれ以上いけないが、これがきっと役に立つ。ありがたいね。ねえ、アラン、あなたってこうよね。自分の問題を分析しているうち、自然と恐ろしい物語が頭に浮かんでくるんでしょ。それはどうかな。そう言うと思った。予想通りよ。本当は頭の中で私のこともひどい目に遭わせてるんでしょ。違う？図星でしょ。でもね、アラン、私はそれでも構わない。愛してる。私はどこへも行かないわ。キリがなかった。ものすごい数だ。殺意に満ちた群れ、また群れが周囲を埋め尽くし、奴らは一斉にウェイクを狙って襲いかかった。
とたどり着いた。だがこの先の展開はまるで見えなかった。全員は去った。ここからは俺一人の戦いだ。だが彼の助けがなければ俺はここへすらたどり着けなかっただろう。ようやく終わりが近づいていた。あと少しだ。周囲がまた変化していた。だが俺はその意味を、闇の世界の流れを少しずつ理解し始めていた。素敵じゃない。悪くないね。落ち込むよな。何？全員とべったり出よう。俺はもう用済みか。お前は幻影だろ。幻だって感情はあるぜ。なあ、理性を保つには全ての妄想を排除しなきゃダメなんだ。つまりこの俺もな。分かった、用済みだ。消えろ。つまりだ、あのキャビンに入るには俺を倒さなきゃならないんだよ。愛する者を殺してまでってやつだ。お前にとっちゃへでもないだろ、大先生よ。そんなにまでしてここにしがみついていたいってか。行くぜ。 15% のコミッションはもらうからな。自分で想像上の友人を呼び出しといて、そいつとも馬が合わないなんて大したもんだよ。お前は実に社交的だね。スラップを克服するぞ。あら、しかもだ、お前は犯罪小説の名手で殺しや裏社会に興味を薬漬けときて、まさに最高だね。Thank you.
前のおかげで弁護士の知り合いが増えまくりだぜ。何しろいつまで持ちきれるか分かったもんじゃないからな。まるでマフィアの節約だ。せめてお前がマフィアぐらいマメに稼いでくれりゃよかったんだがな。そもそもお前を助けようとした嫁さんにお前が決めたおかげで俺は何度も死にかけたんだよな。ああ、持つべきものは親友だよ。親友ないぜ。さもなきゃ誰もお前とつるんじゃくれないもんな。マジでいい加減にしろよ。思考がクリアになった。全員は正しかった。俺は再び自分を取り戻した。だが俺にはここで彼のように正気を保ち続けることはできなかった。これが最後のチャンスかもしれない。ここからの脱出は難しいだろう。不可能かもしれない。ここにいる限りじきに俺は理性を失い再び闇に迷い込んでしまうだろう。ついさっきまで俺は一切の抵抗をやめ全てを諦めかけていた。だが今俺の前にはまだ見ぬ未来が語られる時を待っていた。ディパーチャーの続編だ。俺はアラン・ウェイク、作家だ。